皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日はゲゲゲの鬼太郎の続きをプレイしていくぜ。もうタイトルから怖いよ肉人形。学校編よりさらに怖いという肉人形、もう今から楽しみだな。いや、市松人形だけでも怖いんですが、カメラさん寄りすぎですよ。父さん、この大きな眉のようなものは何でしょうか。なんじゃろ。とりあえず開けてみるんじゃ、来たの。あ、父さん、眉の中に人が。肉人形編では、主人公が鬼太郎に助けられたところから物語が始まります。人間が閉じ込められるほどの巨大な眉、これはもう妖怪の仕業確定でしょう。大丈夫ですか？一体何が起こったんじゃ？僕を呼んだのはあなたですか？もしかしたら、あの眉に入っていたせいで記憶をなくしてしまったのかもしれんの。これでは何が起こったのかさっぱりわからん。この屋敷を詳しく調べてみる必要がありますね、父さん。うん、そうじゃな。もしかしたらこの人の記憶が何かのきっかけで戻るかもしれない。わしゃこの人と一緒に行動することにするぞ。わかりました。じゃあ僕は向こうを調べてみます。鬼太郎さん、まさか別行動する気なんですか。父さんたちはあっちを調べてください。いや、振り向いた瞬間に人形いるんですが、ただ置いてあるだけでインパクトあるな市松人形。何かあったらこの食堂で会いましょう。さて、鬼太郎さんは行ってしまったので、親父とコンビで屋敷の探索だ。主人公は記憶喪失になっており、自身のことはもちろん、なぜ眉に入っていたのかもわからないわ。鬼太郎は誰かに呼ばれてきたと言っていたが、主人公が危険を察知して呼んだんだろうか。まずは屋敷を調査して情報を集めないとね。はい、ナイフゲリト。これでゾンビが出てきても戦えるわ。いや、これ果物ナイフとかだろ。人形には特に何もないようね。いや、怖いからってさりげなく鬼太郎の方に行かないで。親父、みんなでいた方が安全だよ。こっちにも扉があるが、鍵がかかって進めないようだな。それでは向こうの扉の方を調べましょうか。扉の先には長い廊下と、いくつもの部屋があるようだな。ホテルのような作りをしているのね。入れる部屋からどんどん調べていこうぜ。ベッドが置いてあるというコピー。や、ここにも人形飾られてるんですが、屋敷の住人はコレクターなのか、はたまた人形に関わる仕事をしているのか。机からアルバムを見つけたわ。4人で写っている写真と、女性が2人で写っている写真か。名前はおそらくさゆりさんと太鼓さん。どうやらアルバムに貼ってある写真は、あんたの家族らしいの。じゃが、写真に写っている他の者たちは、どこへ行ったんじゃろう。中央に写っている男性が主人公のようね。ということは主人公はこの屋敷の住人で間違いないようだな。名前はマサトさんというらしいわね。さゆりさんと太鼓さんとは兄弟なのかしら。室内には妙な札が飾られていたが、今のところ調べることはできませんでした。人形の方も、怖いけど特に異常はないみたいね。いや、怖いけども。もう完全に人形にビビってらっしゃる。いや、この家は一部屋に一体、人形を置くしきたりでもあるんですか。さすがにここまで出てくると何かあるんじゃないかと思えてくるな。この部屋にあるのは電話だけのようだな。次の部屋が最後のようね。こちらの廊下の残りは、鍵が潰されて、入れなかった部屋だけか。どこかの鍵を手に入れたわ。一度鬼太郎さんと合流しましょう。父さんたちの方は何かありましたか？さっきどこかの部屋の鍵をつけたぐらいじゃな。そういえば、僕が調べた方に鍵がかかっていて開かない部屋がありました。もしかしたらその部屋の鍵かもしれませんね。行ってみましょう。向こうの扉も、さっきの廊下と同じような作りなのかしら。そうそう、僕はこんなものを見つけたんですが。
何か思い出すものがありますか？巻物だと。屋敷は洋館なのに随分と古風な家なんですね。これは家系図のようだな。あれ聖山って、恵子ちゃんの学校も確か聖山女子高等学校だったわね。偶然の一致か、もしくは私立でこの家が経営していたのかもな。家系図を見るとマサトさんはやっぱり三人兄弟のようね。それじゃあ写真の中央に写っていたおばあさんは宮子さんかな。他にはこれといって情報はなさそうね。あえて言うならどの世代でも三人兄弟ということくらいか。妙子も20歳になった。今夜いよいよ三抜き様へ妙子を捧げる。マサトの言う通りよ。妙子を生贄にするなんて、そんなバカなこと私もさせないわよ。なんということを言うのじゃ。こんな話三抜き様のお耳に入ったら大変じゃ。はい、もうここはヤバい家確定ですね。20歳になったら三抜き様へ生贄か。この家にはヤバい風習が残っているようだな。妹の妙子さんが生贄にされそうになっていたのね。安否が心配ですね。とりあえず僕が調べたフロアの鍵のかかった部屋へ行ってみましょう。さゆりさんや妙子さんもマサトさんと同じようにどこかで巨大な繭に閉じ込められているのかな。いや、画面端の鬼太郎さん気になるわ。こちら側の廊下も同じレイアウトのようだな。入れる部屋から順番に調べていこうぜ。そろそろ市松人形にも慣れてきましたね。どの部屋にも飾ってあるとなると、この家の古い風習とやらに関係がありそうなんだよな。そう思ったらここにはないんかい。置いてないと逆に気になりますよね。しかし三抜き様とは一体何者なんだろうな。回想でのおばあさんの口ぶりでは代々生贄を捧げているようだったわね。この屋敷は随分と広いようだし、生贄を提供する代わりに見返りをもらい、聖山家は繁栄してきたのかもな。ここにも繭があったぞ。さゆりさんか妙子さんが囚われているかもしれないな。ここにも繭が。おそらくさっきの前より時間が経って硬くなってしまったんじゃろう。何か前を開けるものがあればいいんじゃがのう。そんなこともあろうかと台所でナイフを拾っておきましたよ。鬼太郎さん、今回は妖怪笛を忘れてきたんですか。眉になってから随分時間が経ったようだし、早く助けないとマサトさんの兄弟が心配だわ。マサトさんも体こそ問題なかったが、記憶その中にいたのはおばあちゃんでした。三抜き様とやらの怒りを買ったのかしら。何が伝えたかったのおばあちゃん。オープニングで流れていた童謡のようだったな。手遅れじゃったか。息を引き取ったようじゃ。しかし死ぬ間際にどうしてあんなことをつぶやいたんだろう。孫を生贄にしようとしていたおばあさんが襲われたということは、もう三抜き様とやらは見境がなくなっているのかもな。部屋のどこからか風の音がするみたいよ。壁のどこかに穴が開いているのかもな。ふふ、わかったわ。きっとこの人形が隠し扉のスイッチになっているのよ。これだけ謎の多い屋敷だからな。隠し屋さっき横から見た時に穴なんてありませんでしたよね。きっと絶妙な位置に置かれていたんだろう。この穴は隣の部屋へ通じとるようじゃな。よし、わしが様子を見てこよう。親父大丈夫かしら。親父さんは何百年も生きてきた大妖怪だ。さすがに自分の身くらい守れるだろう。隣の部屋から親父が呼んでいるな。何か重要な手がかりでも見つけたんだろうか。親父ほんと情けないよ。親父を助けるにはこの錠を開けないといけないようだな。大丈夫ですか父さん。わしは大丈夫
じゃな。それからこんな鍵を見つけたぞ。やるじゃないか親父、その隙間からは帰ってこれないのね。どうやらこの部屋のロックはダイヤル式のようだな。鍵ではなくキーナンバーを見つけないといけないのね。その鍵を使って他の部屋を調べてみるんじゃ。親父さんがその身を犠牲にして見つけた鍵は食堂の大きな扉に使えました。随分と広い空間に出たわね。左右には階段があり、2階に行くことができそうだな。こいつ、固くなに脱出しようとしない。いや親父を置いて逃げようとすんな。2階も1階と同じように、長い廊下に複数の部屋があるレイアウトになっているな。シンプルな構成の方が迷わなくて助かるわ。ゲゲゲの森はむちゃ大変だったからね。ちなみにゲゲゲの森のマップはこんな感じでした。3D での迷路はもっと優しくしてほしいですね。この部屋は、書斎のようですね。書斎ならこの家の情報とかありそうだな。他と雰囲気が違う本。ダダダダダメよマリサ、人には見られたくない趣味とかあるんだから。そんなものを書斎に堂々と置かないだろ。背表紙に何かの模様と数字が書かれているのか、まずは同じような本がないか調べてみようぜ。別の本棚にも他粉シリーズの本があったわ。妙な訳し方しないで。なるほどな、背表紙が人形の顔になっているのか。絵を完成させるにはまだ数冊は必要そうだな。2階の逆側も調べてみましょうか。しかしこれだけ家を探してもさゆりさん。何でしょうか、この部屋は。たくさん写真が壁にかけられてますね。BGM だけでビビらされるんですけど。これは、女性と人形の写真か。マサヨさんとタマエさんは家系図に載っていたわね。千代さんとサトさんは随分と昔の方のようだな。妹のタエコさんだけ人形の写真がないな。人形とそのモデルになった人物が対になってるのかしら。この家の3番目に生まれた子は、20歳になったら、しきたりは破れないのよ。兄さん、心配してくれてありがとう。ちょっと待って、確かマサヨさんとタマエさんも家系図では3番目の子供。ここに飾られているのは生贄にされた子たちなんじゃ。そうですか、この写真の人が妹さんですか。でも、なんで妹さんの写真がこんなところに飾ってあるんでしょうね。さゆりさんとマサトさんは生贄に反対していたが、太鼓さんは運命として受け入れているようだったな。きっと幼い頃から風習として刷り込まれてきたんでしょう。ここに来た時から思っていたんだけど、この屋敷、やけに人形が多くありませんか。さっきの部屋の写真もそうだし、ちょっと気になったもので。太郎さん、今更そこを指摘しますか。どの部屋にも置いてあるから、逆にもう気にならなくなってきたところだな。この部屋は、書庫のようですね。これだけ本棚があれば、ホカフンシリーズの本もここで集められそうだわ。微妙に言いづらいな。ホカフンシリーズ、書斎にブックスタンドがあったので、絵が合うように並べてみようぜ。下の数字は絵の順番ではないようね。背表紙の絵を合わせると、本の関数がバラバラになってしまいますね。何か意味があるんでしょうか。それより真ん中のくぼみが気になるわ。合わせた本の順に数字を読むと2134。これは親父が閉じ込められているダイヤル上のナンバーみたいね。わざわざ本を特注しなくてもいいのでは。バイオでありそうな謎解きでしたね。どうやら正解だったようだな。これで親父を救出することができるぞ。大丈夫でしたか父さん。はぁ、助かったわい。ここは調べたが、特に気になるものは何もないの。よっと。親父は何もないと言っていましたが、机の上にはアイテムが置いてありました。お前の目玉は節穴ですか親父。大きめな釘抜きだ。これならいろいろなことに使えそうだ。そう書いていてもいろいろなところでは使えないんですよね。陽気だ。
に強い要求を今まで感じたことがありません。父さんたちは危険なのでここで待っていてください。うん、気をつけるんじゃぞ、キタロウ。はい、父さん。結局置いていかれるんかい。キタロウさんが今まで感じたことがない要求とはまさかバックベアード級の強敵なのか。いやいや、キタロウさん、やられるの早すぎません？これはひょっとして大ピンチじゃないですか。どうやら2階では激しい戦いが起きているようね。ここは冷静になってまずは電話でセーブをしましょう。こっちの方ではない。音は反対の方から聞こえないようじゃ。聞いてよ、親父。こういうときこそまずはセーフじゃないですか。まあ一刻を争う事態だからな。親父もキタロウが心配なんだろ。この部屋は先ほど入れなかった部屋だな。ここにも眉があるのね。さゆりさんか太鼓さんがいるかもしれないな。あれ、もう開いているみたいね。この部屋の机を調べると、また別の鍵を見つけたな。もう鍵は一箇所で管理してほしいわね。壁にかけられた鏡が割れているな。太郎さんの悲鳴の後に響いた、甲高い音のことね。しかしどうして。いや、俺は写真で見た。あんたのお姉さんじゃないか。今までどこにいたんだろうか。何か様子がおかしいぞ。気をつけるんじゃ。こんなところにいたのね、さゆりさん。あの眉の中に入っていたの。いや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 、さゆりさん雰囲気がまっちゃ怖いんですが。親父さんも注意しろと言っていたし、ここは一旦退避した方が良さそうだな。今西先生とは違って、部屋の中までは追ってこないようね。あれ、あんなところに人形なんてなかったよな。まさか、この人形がさゆりさんなのか。ということは、あの眉に閉じ込められると人形にされてしまうのね。額縁に飾られていた女性たちも、歴代の生贄にされた娘と、その慣れの果ての人形だったのか。これが泣く人形ということなの？なぜしきたりを破った？三抜き様に逆らった者は皆葬られる。そんなこと鬼太郎がさせるものか！鬼太郎？あいつはもう三抜き様が葬った。何？鬼太郎が？とほほほほ。お前らはもうこの部屋から出ることすらできない。とほほほほじゃないですよ、親父。閉じ込められてしまったようだな。何かここから出る方法はないかの？まさかあの鬼太郎さんがもうやられてしまったというのか。鬼太郎さんの安否を確かめるためにも、まずはここを脱出しないとね。これは、なんだ？たくさんの鍵穴と、下に表示されているのは持っている鍵か。鍵穴の配置はこの家のドアのようね。ということは今まで使用した鍵と扉を合わせればいいのか。いや、全然覚えていませんが、というかこれどっちがどっち向きなの？特に部屋番号とかもなかったしな。まずは記憶に新しい方から試してみるか。最後の鍵、つまりこの部屋の扉は端っこだったはずだ。何かギミックが動いてるみたいね。これはひょっとしたら正解だったのかしら。大変じゃ。どうやら間違うと壁が迫ってくる仕掛けのようじゃ。ハズレだったんかい。壁が迫ってくるとなると、一定回数失敗するとダメそうだな。いや、この BGM が焦燥感煽ってくるんですが、このシチュエーションにはまりすぎてますね。もうちょっと情報が欲しいよな。端を順番に試してみましょう。ここも違うとなると、右側にだけある中央の鍵は、おそらくは食堂の鍵だろう。ということは右側2列が1階、左側2列が2階ね。いや、今ちょうどそれが分かったところですよ。あとは食堂側が上なのか、玄関側が上なのかだよな。屋敷の地図とかあったら分かりやすかったんだけどね。はい、気づいたらもう後がないそうですよ。これだけ間違えていればそうですよね。まあしかしこれでどちら向きかは分かったな。青色の鍵は左上の位置だろう。ようやく一つ正解ね。食堂の鍵は分かるので、問題は最初に使った鍵の位置ね。もうそんな過去のこと覚えてません。最初の鍵はおばあさんの眉があった場所だな。この辺りだったかしら？そこは親父が遭難した部屋ですね。もう目玉マークとかつけといてほしいわ。いやいやいや、そんなバイオみたいなギミックあんのこの屋敷。
写真部屋に飾られている写真がまた一つ増えた。一つどころか全員人形にされましたね。ついに男の子の人形までできちゃいましたよ。里の人々を一抹人形が喰らう。そんな噂が里に流れ始めたのは、あの嵐が過ぎ去ってからであろうか。もう下駄の音はどこにも聞こえない。聞いてよ、親父。だからセーフしようって言ったのに。さて、リトライです。これはクリア後にわかりましたが、なんと説明書に屋敷の地図が載っていました。説明書はちゃんと読みましょう。さあ、先ほど間違えた最初の鍵は、この位置で合っているはずだ。どうやら無事正解だったようね。どうやら向こうの扉も開いたようだな。さっきから喋る人形に見られていますからね。一刻も早くこの部屋から逃げ出しましょう。三抜き様か。まさか鬼太郎さんを倒してしまうとはな。今までで一番ヤバそうな部屋来た。ふぅ、危ないところじゃった。しかし鬼太郎がやられたとは。おや、わしの気のせいかもしれんが、あんたの背が少し縮んだような気がするの。はい、怖いこと言わないで親父。いや、でもさゆりさんも眉から出て少ししたら人形になっていたからな。マサトさんは早くに救出されていたとはいえ、同じ眉に入れられていたんだ。ひょっとしたら徐々に人形に変化しているのかもしれないな。壁に並べられた不気味な能面からは小さな鍵を手に入れたわ。そういえば食堂の古時計にも鍵がかかっていたな。今までと種類が違う鍵なら、おそらくはあそこだろうな。鍵は開いたけど何もない。一体どういうことなのかしら。さっきから気になっていたんだが、床にこんな跡なかったよな。なめくじが張ったような跡だよね。そして人形がいなくなってる。ついに動き出したのあの人形。床の跡は時計に向かっていたが、今のところは調べようがないな。まずはさっき拾った部屋の鍵で、未探索の部屋を調べてみましょう。もう人形が置いてあるくらいじゃビビりませんよ。妹の日記ということは、ここは太鼓さんの部屋か。おいおいおい、妹の日記を勝手に見る気ですね、お兄ちゃん。お兄ちゃんの悪口が書いてないことを祈りましょう。明日は二十歳の誕生日。三番目に生まれた子は二十歳になったら抜かれる。このしきたりは絶対に破ることはできない。私が肉のまで生贄として三抜き様に捧げられることで、姉と兄が無事でいられるのなら、私は喜んで人形となり、この家を守ります。いい子すぎんだろ、太鼓ちゃん。やはりあの写真の人々は、生贄になって人形にさせられた人たちだったのね。今回は太鼓ちゃんを守ろうと、兄弟が反抗したため、この家の住人全員が人形にさせられそうになったんだな。ということは太鼓ちゃんの眉もどこかにあるのか。怪しいのは日記に書いてあった肉の間だよね。鍵が潰された部屋を釘抜きでこじ開けると、小箱と巻物がありました。この家には大体聞いてよ親父、それ今さっき予想立てたところだよ。一つ、お家の繁栄のため、三番目の子供を生贄として捧げなくてはならない。一つ、肉の前の行き方は誰にも教えてはならない。一つ、三抜き様に逆らってはならない。一つ、代々の人形は大切にしなければならない。問題は肉の間がどこにあるかだよな。もう一つの手に入れたアイテム、小箱の方を調べてみようぜ。小箱の中から屋敷の見取り図が出てきたわ。これさえあれば肉の前のルートがわかりそうね。いや全然わかんないんですけど、肉の前の道が途切れてますよ。さっきのしきたりを守った結果、こんな中途半端な見取り図になってしまったのか。再度屋敷を探索していると、壁にかけられた額縁を調べることができました。これは同様の歌詞のようだな。だけどおばあちゃんが最後に口ずさんだものと、ちょっと歌詞が違っているようだよね。いや、ウバトボンって何？ウバトボンのことかもな。この歌に何か秘密があるのかしら。子供の歌のようじゃが、どういう意味があるんじゃろう。マサトさんとしては、思い出せないが、重要な意味が隠されている気がするそうだ。他の部屋も調べてみましょう。これはおばあさんが口ずさんでいたのと同じ歌詞だな。
全然わかりませんね。今のところ共通点は人形くらいですからね。どうやら歌詞は3つがセットになっているみたいね。急に漢字を使い出したな。鬼と闇はさっきの2つの歌のことだろうな。なるほどね。歌詞の同じ文字を拾っていけばいいのね。ふむふむ、やはり二つの歌で同じ文字を拾うのか。いや三文字しか合ってないんだけど、しかも時計が怪しいのはわかってるわ。たった三文字の一致のためにあの歌詞を作ったのか。後半なんて全然意味がない歌詞だったのね。肉の間に行って、私があんな人形を壊してやる。中ぬ団長、肉で秋。さゆりさんが人形を壊そうとして、さんぬき様の怒りを買ったようだな。なるほど、そういうことじゃったか。単調とは、単身と長身のことで、肉はそれを2と9に合わせるという意味か。この歌は、肉の前の生き方を歌っておったのか。肝心の謎解きを自動で解いていくんだけど、このゲーム、まあホラーアドベンチャーであって、ミステリーじゃないからな。単身を2、長身を9、肉で秋は、2と9で秋という意味なのね。針を合わせたら時計が鳴り出したな。これで何らかのギミックが動くはずだ。肉の前の道が開くのね。生贄となる太鼓さんはまだ発見できていないからな。おそらく太鼓さんはその肉の間にいるはずだ。きっと三抜き様もそこにいるんでしょうね。三抜き様は鬼太郎さんを倒した強敵だからな。気を引き締めて向かわないとな。いや家の地下にどんな地下道を作ってんの。降りたらすぐに肉の間じゃなかったのか。鬼太郎さん、こんなところにいたのね。だが鬼太郎さんは三抜き様にやられて、意識を失っているようだ。いや鬼太郎さん放置して進むんかい。いつ目を覚ますかわからないからな。鬼太郎が起きるまで待っていたら、マサトさんも人形になってしまうかもしれないぞ。いや地下にどんだけでかい部屋作ってんの。祭壇の上には眉があるぞ。いやどんだけでかい人形だよ。首が回転しながら分離すんのなんかシュールだな。影がないせいか遠近感がつかみづらいわね。人形の頭が襲ってくるぞ。逃げるんじゃ。どうする。人間のマサトさんでは勝ち目がないぞ。まずは逃げ回りつつ。いやあの頭、後ろ向きに飛んでくるんですけど。それはそれで怖いですね。部屋にはあまり物がなさそうね。怪しいのは祭壇か、あるいは奴の胴体部分だろうな。じゃあって悲鳴はどうなの親父。どうやら命だけは助かったようじゃな。わらわの名は肉人形。ついに鬼太郎さん来た。この部屋に駆けつけてくれているようだな。わらわに逆らう者はみんな人形になる。覚悟し。さ、三抜き様とは妖怪肉人形のことだったのか。オリジナル妖怪なのでびっくりしづらいわ。いやいや体積膨張しすぎでしょ。これが妖怪肉人形の真の姿なのか。そうはさせないぞ肉人形。さすが鬼太郎さん、いいところにやってきますね。ヒーローは遅れてやってくるか。おう鬼太郎。
さあ我々は鬼太郎さんの邪魔にならないように安全なところに退避しましょうか。この部屋にセーフティーゾーンなんてあるのか。奴の胴体の裏に隠れましょう。ふふ、いかに肉人形とはいえ自分の体に攻撃はできないはずよ。親父が何か気づいたようだぞ。胴体って目の前にあるこれのことだよね。あれ、もしかしてこれが肉人形の弱点なのでは。弱点でかく作りすぎでしょ肉人形。この胴体を壊せそうなアイテムを使ってみようぜ。一瞬で肉人形が黒焦げになったな。大変じゃ、奴の力が弱くなったせいで部屋が崩れ始めるぞ。鬼太郎、奴はもう何もできないはずじゃ。太鼓さんの前を持ってこの部屋から早く出るんじゃ。親父のセリフの間に奴はもうボロボロになってますよ。ひどい風習はなくなりますね。鬼太郎さん、私や弟たちを助けてくれて本当にありがとうございます。僕を呼んだのはあなただったんですね。いや、そろそろ行くとするかの。そうですね。肉人形がいなくなり、これで聖山家も奴から解放されたのね。もうあの家の子供たちが人形にされることはないだろう。さゆりさんも元に戻ることができ、これでめでたしめでたしね。エンディングにマサトさんいなかったけどね。まあ 3D モデルやボイスがなかった事情だろう。さあこれでゲゲゲの鬼太郎、肉人形編もクリアだな。むっちゃ怖かったよね。市松人形、童謡、屋敷、そして古いしきたりと、和風ホラーの要素をうまく詰め込んでいたな。肉人形編は学校やゲゲゲの森と違い、探索範囲自体は狭いので、ホラーや謎解き部分に集中できたよね。学校の校庭やゲゲゲの森はほんと迷ったからな。それでは皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、またレトロゲームでお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。